多摩サービス補助施設の森多摩サービス補助施設は東京都多摩市東部連行寺と稲城市北西部大丸、坂浜にまたがって所在する在日米軍施設である。多摩レクリエーションセンターとも呼ばれる。正式な施設名称は多摩サービスアネックスで1977年10月6日、日米政府間協定により従来の多摩アンモニチオンデポから変更された。施設番号は ファク三千十九、かつての日本陸軍玉火薬製造所、陸軍玉火工場の用地境界を示す、標識元々は大日本帝国陸軍の造兵省加工場板橋製造所玉分、工場として九百三十八年に開所された、九百三十九年九月の段階では、敷地面積二十八万四千三十九坪、従業員数八百八十三名で、作薬と、 電化薬等を中心に製造をしており、作薬は月450トンを生産していた。終戦時には、敷地面積523,464坪、従業員数2,085人まで拡張された。その名残で、今も、施設と稲城市の城山公園との境界線には、陸軍用地と書いた石碑が立つ。1945年9月に GHQ が駐留を始め、 翌1946年11月には接種され、空軍の弾薬庫として使用されていたが、横田基地の第三爆撃航空団がアメリカ本土に移駐してからは、山田弾薬庫から横田基地へ直接弾薬が搬入されるケースが多くなったため、1960年代後半には施設の有給化が目立つようになっていた。また、 アメリカ軍は1950年代からレクリエーション施設として秋島住宅地区のゴルフ場を使用していた。これに対し土地所有者である昭和飛行機工業は1952年の行政協定でアメリカ軍へ一時使用施設として提供した際の用途では使用されていないことから返還を求めて訴訟を起こし東京地裁は1964年6月に 返還を命じる第一審判決を下した。最終的に日本政府は上訴せず和解の方針を取り、秋島住宅地区は1968年に全面返還されたため、代替施設として玉団薬庫にゴルフ場が建設され1969年から運用が始まった。なお、玉団薬庫は同じ頃に、 キャンプ王子の陸軍病院移転候補地に挙げられていたが、搬送ヘリの騒音やマラリア患者の収容といった問題の影響で移転に対する地域住民の理解が得られる見通しが立たず、移転計画は中止となった。施設がある場所は住宅地と隣接した豊かな緑地でもあり、東京都は国に対し返還を求めるよう強く働きかけている。1998年2月に、 施設の北側を通る川崎街道の拡幅のため、敷地の一部の返還について、日米合同委員会で承認され、2000年12月に施設の一部が日本に返還された。現在は、米軍横田基地のレクリエーション施設として使用されている。敷地内の至るところに、旧火薬製造所の遺構が点在している。地図には、多くの場合、米軍玉ゴルフ場と表記されているが、 ゴルフ場の他に、キャンプ場やソフトボール場や乗馬施設なども存在している。2012年現在で、アメリカ軍による占有地は東京ドーム41個分の面積にもなる。2001年の同時多発テロ以来、民間人の入場は制限されていたが、2006年以降入場が再開されている。施設内のバーなどに行く場合、ゲートでパスポートの提示が必要。また、 利用には、米軍関係者の紹介が必要な施設もある。毎年7月末の日曜日に、稲城フェスティバルという日米交流事業が行われ、バンド演奏が行われたり、飲食店などが出展される。小説、映画、日輪の遺産は、旧軍時代のこの施設が主な舞台になっている。占領下時代と現代の米軍施設としても登場する。ありがとうございます。